撤退に追い込まれてトヨタは気の毒だと思っていたのに、まさか反対だったなんて。皆さんは日本を代表する自動車メーカーといえばどこを思い浮かべますか？日本の自動車メーカーはとても優秀なので、人によってさまざまな名前が出てくるかと思いますが、やはり売上ランキングで1位に来ているのがトヨタです。トヨタは日本国内に限らず世界中で人気の高いメーカーであり、いろいろな場所に工場を持っています。しかし実はイギリスから完全撤退されると言われているんです。今回は海外でも人気の高いトヨタがなぜイギリスから撤退してしまうのか、そして撤退後イギリス国内にどのような影響をもたらすかについてもエピソードの中でご紹介していきます。ぜひ最後までご覧になってくださいね。僕はイギリス人のオリバー、製造業に携わっている27歳だよ。今日話すのは1ヶ月ほど前に学生時代の友人に会うため日本を訪れた時のこと。友人であるコウキは大学生の頃イギリスへ留学に来ていて、帰る時にいつか日本へ遊びに行くからと約束をしていたんだ。先日やっとその約束を果たせたってわけさ。日本ではコウキの自動車に乗っていろんな場所へ連れて行ってもらったよ。僕は日本に行くのが初めてだったから、街並みも建物も自然も全てが新鮮で面白かった。後期のおかげでたくさんの日本人の友人ができたし、とてもいい思い出になったんだが、一つだけ楽しいだけでは終われない出来事があった。その出来事はまず後期の車をまじまじと見たところから始まった。後期の車はトヨタ車だね。僕がそう言うと、うん、そうだよ。気に入ってるんだ。後期は笑顔でそう答えた。僕も車好きの方だから、マイカーをとても愛おしく思う気持ちはよくわかる。おまけに27歳とまだ若い僕たちは、今持っている車が人生で初めて購入した車だ。思い入れが強いし、僕自身もとても大切に思っているよ。でもトヨタ車に関しては一つ思うところがあって、後期の気持ちも考えずつい口から出てしまったんだ。でもトヨタ車って大丈夫？今落ち目だよね。すると後期はとても驚いた顔をしたんだ。そして「トヨタが落ち目？初めて聞いたよ。どうしてそう思うの？」と尋ねてきた。その様子を見て僕はすぐに悟ったよ。後期はトヨタの悲しい現実を知らないってね。だからすぐに真実を教えてあげることにした。時代は EV 車がメインになっていくのに、トヨタはどういうわけかその波に乗ろうとしないからさ。環境問題に興味がないのか分かっているけど、古くからの伝統を重んじたいのか、真の理由は分からないけど、時代の流れに反していることに変わりはない。現に環境保護団体が発表している脱炭素化取り組みランキング、トヨタの評価は最下位で、世界中からどんどん信頼を失っているみたいだよ。今まで自動車業界トップクラスの人気を誇っていたトヨタも、今後それを維持するのは難しいだろうね。これはイギリスの車好きの中では有名な話だった。あらゆる国の自動車メーカーは地球環境に配慮した車の開発を急ピッチで進めている。確かに今のように人間の暮らしを便利にしてくれたのは昔ながらのガソリンや油で走る車たちだ。しかしそれは電気などの環境に優しいエネルギーを利用できない時代だったから、今はより良いエネルギーが何で何を利用すればいいのか分かっているのだから、新しい方にシフトしていくのは当然の流れだと思う。もちろんトヨタだってさすがに EV 車やハイブリッド車を全く生産していないわけではないが、他の企業に比べて乗り気でないのは一目瞭然だった。そんなトヨタの頑固な姿勢には世界中が気づきつつあるし、飽きられてファンが離れていくのは目に見えている。近い将来落ち目となるトヨタ車に乗り続けている後期が少し心配になってしまったのだ。トヨタが倒産でもしたら車が壊れた時なんかの修理に手こずるだろうし、いろいろ不便なことも増えると思うからね。でも後期は僕の心配なんて無用だとでも言いたげにこう言った。心配してくれるのはありがたいけど大丈夫だと思うよ。どうやら後期は僕が思っていた以上にのんきなやつだったらしい。だからもう少し危機感を持ってもらうために彼が知らないであろう情報をもう一つ教えてあげることにしたんだ。それから今までトヨタはイギリスに工場を置いてヨーロッパでの輸出を有利にしていたんだ。でもそれが間もなく撤退されることになったのを知っているかい？イギリスが完全 EV 化計画を進めていくことが決定したから EV 車に疎いトヨタはやっていけないと思ったんだろうね。海外輸出を大きな収入源としていたトヨタからしたらこれは重大な痛手だと思うよ。そう、実はイギリスでは2030年までにガソリン車とディーゼル車の新車販売を禁止、2035年までにハイブリッド車の新車販売も終了すると発表されたのだ。トヨタがイギリスで製造していた車は主にガソリン車と近年ではハイブリッド車、つまり2035年にはトヨタはイギリスで商売できなくなるということなんだ。まあ普通に考えればそれならイギリスで商売を続けられるよう EV 車を作るようにしようと柔軟に対応すればいいだけの話。でもトヨタはよっぽど頑固なんだろうな。自分たちが製造するものを変えるのではなく撤退することを選んだんだ。こんな一方的な姿勢じゃ今回のことがなかったとしてもそう遠くない未来にイギリスとの関係は終わっていたんじゃないかと思うよ。そうやって自分たちの首を絞めていることにトヨタは気づいていないんだ。そして後期を含めた多くの日本人もその重大な事態に気がついていないなんて、日本は大丈夫なんだろうか。正直そう思った。でも僕の話を聞いてさぞかし驚くだろうと思った後期は意外にも冷静な様子でこう言ったんだ。その話なら僕も知っているよ。車好きの端くれだからね。そういうニュースを見かけたら自分なりに調べるようにしているんだ。それならどうしてそんなのんきにしているんだよ。もっと焦った方がいいんじゃないか。僕が尋ねると今度は後期がこんなことを言い始めたんだ。オリバーは少し思い違いをしているみたいだけどトヨタは今特に困っていないと思うよ。イギリスから撤退した理由も君が考えているものとは違っているはずだ。まさか後期から意見を否定されるとは思わなかったので少しムッとしてしまった。大人げないけど負けず嫌いな性格だからね。思い違いってなんだよ。そんなに言うなら正しい情報を僕に教えてみろよ。すると後期は僕の知らなかった真実を教えてくれたのだ。確かにトヨタが EV 車に懐疑的なのもイギリスから撤退すると言われているのも事実だよ。でもオリバーは少しそれらの事実を自分に都合よく解釈しすぎだと思う。まず EV 促進についてだけどもちろん人それぞれ考え方が違うから否定はしない。でも EV 車が必ずしも環境に良くてガソリンディーゼル車を作るトヨタは環境のことを考えていないという認識は間違っているよ。 EV 車に使われているリチウムイオン電池は廃棄する時に大気汚染に直結すると言われているし、どちらにもいい点悪い点それぞれある。だから一団体の作ったランキングだけを真に受けて世間の評価を決めるのはどうかと思うな。正直言葉が出てこなかった。僕は EV 車イコール環境にいいという情報を聞いて何も疑わず調べもせず鵜呑みにしていただけだったから。一方で後期は EV とそうでない車のメリットデメリットをきちんと調べて自分の意見を持っていたのだ。それにトヨタはそういった外部の評価を受け止めて EV 車の製造にも力を入れていくことを発表しているよ。2030年の目標販売台数を200万台から350万台へと大幅アップしたらしい。今でもトヨタの評価が落ち目だなんて思っていないけど、仮にそうだとしても2030年にはきっとトヨタが世界トップに戻るだろうって言われているんだよ。この時点で自分の考えは甘かったのかもしれないと心の中で思い知らされたよ。とはいえ負けず嫌いな僕はすぐに負けを認める気にはなれなかったんだけど、トヨタがイギリスから撤退する件についてはどうなんだよ。なんだかんだ言い訳してもイギリスから退かなければならなくなったのは事実だろ。苦し紛れにそう言って問い詰めた。でも後期は顔色を変えることなくあくまでも冷静にこう言った。確かにトヨタがイギリスから撤退するのは EV 促進化が発表されたからだよ。でもオリバーが考えているように追い詰められてやむを得なく撤退するのとは違うと思う。企業が商売にならない相手との取引をやめるのはごく自然なことだろう。むしろ無理やり仕事を続けておいて状況が悪くなってから手を引くのでは取り返しがつかないかもしれない。トヨタはそういったリスクを考えて企業として当然の行動をとっただけ。今の段階で手を引くことにトヨタとしての痛手はあまりないんじゃないかな。確かにこれも後期の言う通りだ。俺はいつの間にか上から目線になっていてトヨタは撤退しないといけないくらい追い詰められてしまったんだと妄想をしていたに過ぎない。言われてみれば商売にならないと判断し辞めることは僕たちの仕事でも普通にありえることだった。でも負けたくなくて何か言い返す言葉はないかと頭をフル回転させていたら後期は再び口を開き今までで最も信じられないことを言ったんだ。言いにくいけど友達だからこそ言わせてもらうよ。むしろトヨタがイギリスから撤退して困るのはイギリス国民の方だと思う。はあ？なんでだよ。トヨタがなくなったって素晴らしい EV 車を作れるからこういうことになってるんだろ。僕はすかさず言い返した。でも EV 車に限定すれば困らないかもしれないな。でもトヨタが撤退することで大量の工場が倒産してしまうだろう。そうなれば多くの雇用が失われるのは確かじゃないか。今までトヨタの車を作っていた人たちや車作りに必要な部品を作っていた人たち、それを販売する人たち、多分僕には想像できないほど多くの人たちに影響が出るんじゃないかな。ガソリン車やディーゼル車と比べて EV 車は部品が少ないと言われているから雇用が新たに生まれることも期待できないし、2030年までにイギリス国民が考えなければならないことはとても多いと思う。その言葉を聞いたら返す言葉がなくなってしまった。いやむしろ僕が一番考えなければならないことに気づかせてくれたことに感謝すべきなんだと思う。だって僕が仕事で製造している部品の一部はガソリン車に使われているもので自分自身も大きな影響を受けるうちの一人だと気がついたからだ。そうだ言われてみればその通りじゃないか。雇用の変化なんて何も考えていなかったよ。少し混乱している僕に後期は優しい口調で言った。そういう影響を受けて困る人がたくさんいるからトヨタもできる限り撤退は避けたかったんだと思う。だから自分たちが得意としているガソリンディーゼル車ではなくイギリスでは国の風潮に合わせてハイブリッド車を積極的に売り出していたし撤退発表の前に事前警告もしていたそうだよ。でも一企業として採算の取れない商売を続けることができないからせめて雇用を失う人が次の仕事を探しやすいよう早めに決定をしたんじゃないかと思うんだ。僕が日本人だから日本企業であるトヨタをかばっていると気を悪くするかもしれないけど、仕方のないことだって分かってほしい気持ちもある。そして友達としてオリバーが仕事に困ることのないよう心から祈っているし、できることがあれば何でも協力したい。僕の知らない真実をコウキがたくさん知っていて、正直悔しい気持ちは大きい。でもその言葉の全てに優しさが詰まっていることも伝わってきたから、不思議ともう張り合う気にはならなかった。友達とくだらない言い合いをすることよりも、自分はもっと重大なことを考えなければならないと気づかされたからだ。コウキの言っていたことが本当なら、トヨタはイギリス国内の内情に合わせてだいぶ寄り添って自動車販売をしてくれていたことになる。それにもかかわらずイギリス側が自分たちの都合にいいところでトヨタを裏切ったのなら、本当に大量に工場が倒産し雇用が失われ経済危機に陥ったとしても自業自得なのかもしれないなんて、イギリス国民で当事者の僕には考えている暇なんてないのだが、今イギリスに帰ってきてまずは後期を見習って正しい知識を頭に入れることから始めているよ。そしてなるべく早いうちに自分や自分の大切な人を守れるような適切な行動をとろうと思っている。あとは深刻な経済危機に陥らないよう祈ることしかできないな。イギリス人の彼がどうしてこんなに上から目線なのか気になっていたけど、事実を知らなかったのね。トヨタがどれだけ自分たちに恩恵をくれていたのか考えてみるべきよ。それだけよくしてくれていたトヨタを裏切ったんだから、経済危機になったとしても文句は言えないな。ただ当事者となる国民は関係ないからかわいそうだけど。国内外問わず人気の高いトヨタがイギリスから撤退するのにはびっくりですね。しかしエピソードの中にもあった通り、一企業である以上ビジネスがうまく進まない場所で商売を続ける意味はありません。イギリスの EV 促進化を受けたトヨタの撤退はごく自然なことと言えるのではないでしょうか。しかし雇用がなくなり途方に暮れる人が少しでも少なくなるといいですね。皆さんは EV 促進化やトヨタのイギリス撤退についてどのようにお考えですか？ぜひコメント欄で意見を聞かせてくださいね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。